なんだろう、今日いいじゃん。美術。平気。平気で。声は平気だよ。すっぴんすっぴんじゃない。今帰ってきたんだけど。メイクしてるよ。こんばんは、こんばんは。もう急いで来た。ダメだ、なんかでもぼやけてる。顔直してないのまだ。こんばんは、こんばんは。急いで来た。あと30分しかない。平気かな。ちょっと直さして。これ自分が配信してもさ、星がもらえるのすごいと思う。こんばんは、こんばんは。目腫れてる？腫れてないよ。あ、なんかついちゃった。え、今日の200回目し最善で見れてよかった。え、おめでとうございます。なんかね、何しよう。明日は握手会。え、そう、明日は握手会なんですよ。よし。こんばんは、こんばんは。間に合ってよかった。もう本当に急いだ。そう、あ、お名前呼べてない、ごめんなさい。4回目し予測してなかったでしょうね。そうだって、前回がだってみっちゃんとかナイアンだったから、まあね、私の愛が伝わったかな、今日の MC の内容も通して。ギリギリ押してた。ありがとうございます。そうなの。今日は特例なの。今日は泣かずに頑張った。頑張りました。あのステージ上ではギリギリ泣かずに入れたんですよ。でもはい、壁車の撮影とか、そのね、なんだっけ、最後のね写真を見てたらちょっとダメだった。あれはもうね、潤わずにはいられない。本当に今日の公演の MC、 入会 MC に立ててよかった。ツーショット撮ってもらえた？撮れました。もう早速すぐにメール送ったんですよ。そう、あとは今日大事な曲振りもあってすごい緊張した。でも全部ね、この画用紙、そう、この画用紙も今日買いに行ったんですよ。全然なくて、あ、緊張してもうね、なんかふにゃふにゃ髪が。最後が自転車出た時点で思った、すごい。そう、生誕祭について演習が良かった、本当に良かった。そう、もう第一笑顔。そう、これね全部話そうとしたんですけど話せなくて。どこまで読んだかな。須田さんへの愛、あ、インコ好き、インコ好きのまたチコさんって言ったらすごい笑ってた。あとは、そう、これは絶対言いたかった、毎日アイドル配信、物語さんの好きなところを今言ってます。と、あ、ここからもう言えてない、ダンス、あとスタイル、特に好きなところを書いて全部言おうとしたんですけど、これの言えなかった。そう、でもダンスは今言おう。ダンスは私から見る物語さんはね、ふわふわな雰囲気で優しいがにじめ出てるオーラなんですよ。多分皆さんも分かってると思うんですけど。そう、でも踊るとかっこいい曲もかわいい曲も全て何こなしていて、
すごいですね、憧れ。でも一番好きな曲は禁じられた2人、でもそこで惚れたので私は一番に。でもあとはあれです、1994の題名あれさ、読み方が一瞬初見で読むと普通に1994年の雷鳴って言いますよね調べちゃった、本当に合ってるのかなって不安になる。ななちゃんこんばんは、こんばんは。ダモネさんハートありがとうございます。さあやーはーい、普通に読むとそうなの、そうなの、そうなの。1994の雷鳴好き。そう、ののやきさん最後にシンポジで裏でずっとこれ見てた、見てたプラスこれの制作をしてましたよし、かわいいみやくん音符、なるかずっちリス、だもねさんハートありがとうございます。本当にお疲れ様でしたですね、ののがきさんも。そう、当日制作、そうなの、ギリギリまで自分が今日の2分間MCで何を話すか本当に迷ってて、でもやっぱり私の大好きなののがきさんの最後の公演の2分間MCをさせていただくってことで、やっぱり最後は笑顔で好きなところを言おうと思って言いました。でも本当にね、2分間MCの時すごい笑顔で緊張してブルブル足が震えてた。多分前の方にいた方は分かると思う。ちょっとちらっとね最前の方の方見たらなんか足見てた、震えてたし足をすごく動かしてた私自分でも分かる、足見てたの見てたのか、そうそうなの、そうなんだよ、泣きそうになる。そう、しんくんさん、くまありがとうございます。見えない、ねえ、そう、あと何個か言った後にどれだ、絶対に言いたかった言葉があったんですけど、ちょっとね言えなかった。思った以上に2分半じゃあ2分って短いんだなって思った。なんかやっぱすごいたくさん喋りたいことがある時って本当に時間あっという間に過ぎちゃう。鐘が鳴る前のその音楽流れてる音がどんどん大きくなってきてて、あ、もう終わっちゃうんだ終わっちゃうんだって思って焦った本当に焦った。でもこれは言いたかったけど言えなかった、いやいつかねそうだなね、素敵だった本当に最後の野垣さんのステージで輝いてる姿は本当に綺麗だったタルドチハートありがとうございます。あ、拍手しても反応してどんどん進む、そっか、結構止まっちゃったな私、鐘が鳴っても揺れ続けたかった、揺れ続けたかったです。もう自分が用意してた言葉は全部言いたかったんですなおさんこんばんは、こんばんは。壁車のところには里川さんと行ったの、そうです、壁車のところの前にその最後の何あれブース、なんだお花、ファンの方からいただいたお花とかと写真を撮るところも一緒にいました、里川さんと。その写真は私のこの携帯にたくさんありますやったね、あ、それだ、ディスプレイだ、それそれそれ、今日延長してほしかったね、言いたかった。こんばんは、こんばんは。時代はさあや
金無視する新しいパターン。そうでも今日はね、私が振りをする大事な役割があったので、金が鳴ってもその場にいたんですよ。そうだからその場にいた皆さんね、すごい反応だった。笑っちゃったよすごい笑っちゃった。え、なんでいるのみたいな反応されて、あ、ごめんなさいと思っちゃったさあ、やはりセレモニーにも参加できた。でもいや、セレモニーは参加してないな。吐けちゃった。曲振りをしただけですんってなった。そうそうそう、さえ反抗期と思ったまだ言わせてくれって思って前バスさん、ハートありがとうございます。だって帰らないから不思議だったねえ、今日は本当に思い出よかった。だから本当に前回のチームイースターの私の大好きで憧れだった方の卒業の時は見れなかったし、最後の握手会にも行けなくて何も渡せなかったんですよ。それが本当に後悔してて、次は本当にそういう悔しい思い、後悔はしたくないって思ってたから、今回卒業される野々垣さんに対して前回と同じ思いをせずにその卒業を遅れたっていうことが本当に良かった。白雪さんスケに入った大きな思い出が一つできた。できました、良かった、野々垣さんのおかげでねー。思い出を残すことはないかな、なくはない。いや完璧に今日一つだけある、ご飯一緒に行けなかったんです。私が配信もあったし、まあ、あとはキュウキが一人しかいなかったというのもある。それでも行ける自分のね強さがニシ君に話した？今日西さんもいたんですけど、話してないです話してない。あ、西さんって言って小声で可愛いが漏れただけねえ、さあこんばんは、こんばんは。私と鈴木先輩の思いを受け継いでいく、なんかかっこいい。毎日アイドル続けようね、続けます。そう、野々垣さんは毎日アイドルの大先輩なので、そう、小声なんかやっぱりね、思ったことは心の声漏れちゃうんですよ。本当に思ってることって、心の声が漏れるのはいつものことまあでもよく前からキャッチフレーズやって嬉しいとは言ってたな愛中神さん、タコありがとうございます。チーム A の先輩みんないたの？いました。2分間足りなかったね、足りなかったです。こんばんは、わんこんばんはさあ、やーはーい、はーい、なのちゃんのサイリウム引き継がない？いやー考えてなかったな。でも私といったらもう白3本のイメージが強いし、私ももう思い入れが強いので白3本は、まああとはちょっとね、白ゆきさんの元のサイリウムと似てたっていうのもありますよねそう白3本なんですよ。この間その1ヶ月前くらいに白3本から白2本に変えようかなと思って NASA の意見をブログで聞いたんですけど、でもやっぱり白3本だねって思う、白3本に。そうでもそしたらユッチが白2本にしたんですよね。なんかその理由ブログに書くって言ってたけど、まだ書いてないのかな、わかんない
覚えやすいね、白さんも。そう、しかもすごい発色増えたら分かりやすいんですよね、目立つ。そう、嬉しい、紛らわしくない。確かに分かりづらいちゃ分かりづらい。研究生のくくり同じ同期だし、一緒に公園に立ったら白2本白3本似てるからどっちかなとか思っちゃうけど、まあ顔見たら遠見の方だなって分かるし、ゆっちもいろいろ考えてね白2本にしたわけだから、まあ10期生がなるっていうよりゆっちの方がなんか私的安心っていうか、なんて言うんだろう、変な嫉妬心とかいろんなモヤモヤな気持ちが出ないで済むなとは思ったから、結局変えないの。そうです、変えないです、私は白3本です。タルドチハートありがとうございます。本当だ、テロップ出た。242日目、ありがとうございます。早いね。やっぱり白サイには嫉妬心ある？うん、ないとは言えないないとは言えない。そう、今田さんとか卒業されて白単色のサイリウムはもう私だけだったからね。まあ大丈夫、この話は終わります。昨日の大富豪どうだった？いつ、え？昨日いつ大富豪してた？え、昨日、そう、昨日の配信が終わってから大富豪すぐやったんですよ。でも、島民の方とか出会いませんでした会えたって言っても、なんだっけ、ふゆちゃんとか、あーや、ゆっちとかのファンの方しかいなかった。9期生ではいなかった、悲しい。やってたんだけどな。ねえ、また明日やるってなったらいます、メールで。何戦ぐらいやったの？何戦かわかんないけど30分以上やりました。その時夢の中にいた。夜遅かったもんな、ごめんなさい。採用シーンはたくさんあった。え、すごいそれはそれすごい。今大富豪、いや昨日は絶不調すぎてずっと大貧民で、たまに貧民だった昨日は本当に絶不調だった。ずっと大貧民、悲しかった。誰も忖度してくれない、誰もいいカードくれない、悲しかった。島民の方にも会えないしもう悲しいが重なりまくったまあね、ゲームだからしょうがない。そう、忖度なしだったそう、悲しい。で、私が、あ、いけると思って革命しても革命返しされちゃうの、絶対悲しい下ブレンドできなかった、なんか誰もスタンプしない方たちだったので悲しいね。ハッピー、お腹すいた。今日はご飯は食べてない？朝何食べた？朝キュウリ食べたな。朝キュウリ？ん？お昼食べてないな。あ、キュウリしか食べてない。お茶は飲んだけど。だからこんなのがついてんだ。食べなきゃ。ケータリングはない。まあ、あったんだろうけど入会無視の時は分かんないから食べないね。インドカレー食べたい。インドカレーはまたキャノンティーと一緒に行きたい。
さすがカブトムシありがとうごめん食べちゃった。いいな、やっぱり私よりインドカレー食べてる島民の方の方が。ぜひ食べたい。いやでもこの空腹のまま寝れるかな。寝られるなら寝たい。前撮り、成人式の前撮りがあるからさすがにもうね絞んなきゃ、もっともっとっていうか元の体型に戻りたい。明日も早い？そこまで早くないです。明日の握手会は私7、8分なのでゆっくりめなんです明日は皆さんと会えます。やった、しんくん包み物ありがとうございます。そう夕方なんですよ、5時からかな。明日会える、だって嬉しい。パンちゃん初参加、初参加やった。明日は9期生全員で制服の日なので1日の2時間くらい私は学生に戻ります学生に戻ります。アトラクション行きたかったな、行けないんだよな。行けたら行きます、会えるといいな。初入りちじまちゃん嬉しい。コスプレ？そう。でもいいの。意外と来たら平気。平気。若返る。そう、若返られる。高校生の時を思い出せる。もう全然今でも覚えてるけど。また今度行くよ。ありがとうございます。しんくん、包み物。ありがとうございます。まだ2年なら大丈夫。大丈夫か。最後16でも、16にいける？やっぱりメイクさんに「サーヤとこんな髪長かったっけ？」って言われた。やっぱりねたくさん伸びた、本当に伸びたな。そうだ、明日制服だからなんか髪の毛言えるな、言いたいと思って結びたいと思ったんですけど、どうしよう。でもな基本みんなお下げやりそうだから、お下げはしない、お下げは似合わないしな。何しよう。でもいや普通に私は高校生の時の髪型にしよう、ストレート普通にいつものストレートがいい。どうしよう。セクシャシャメモブメで送ってない、送ります。自撮りも。ポニーテールはちょっと私似合わないんですよ、頭が大きくて頭が大きいんですよ。お団子、制服でお団子、ツインテール、サイドポニー、サイドポニーとか全然やらないな、似合わないとか知らんから。ポニーで高めのツイン、もうやばいやん。編み込み、編み込み、どうしよう。ポニテ、ポニテってなんだっけ。あーこっちか。いや似合わん、しかも今横の毛があれまっすぐだから余計に、あーやだわ。ツインテール、ツインテールってど何のついてる、こっち？いやいやこっちやばやばすぎでしょ。このツインテールは巻いた髪じゃなきゃ私は許せないんですよ。耳の上はちょっと難しいな。こういう今の一瞬しかできん。えもう幼な無理だ。ストレート。私には似合うな一番お下げ、お下げ、お下げ、
似合って、何が似合ってたんだろう。コメントの時間、私との差があって、冒険してみようちょっと今髪の分け目があれだから量が少な、三つ編み、いや髪が長い三つ編みは変だ、ダメだ、曲げ、曲げってなんだ、曲げ、一つにまとめた三つ編み、一つにまとめた三つ編み、なんか難しいな。触覚あれば何でも切れそう。私は触覚なきゃ無理なんですよ三つ編み編み込み、あー良さげ。明日の気分、絶対明日の気分だと私は絶対ストレートになるストレートが一番安定。でもね、髪も澄んでる方が好きですよね皆さん。なんでだろう、分からんけど、普段してないから余計になんか雰囲気違く見えていいのかな。ポニーテール人気だね。初見です、ありがとうございます。入り口まさかです満たさがる、どんなさやの嬉しいギャップ、やっぱいつものがつく、やっぱそうなんだよ、そうなんだよねえ。ないわ、ないな、前髪上げ絶対でき、ちょっとなんかしっかりしてるねおでこ、あ前髪そうだ、分けてる、分けてたのに分けてないの、分かんなくなっちゃった、あれここだ、ここだ、ええなんか変、もういいや、今日ののちゃん卒業公演できたよ、あ、じゃさっき会えたんだ、さや眉毛しっかりする、しっかりしてるんですよ三角、そう見て、え、もうあと5分しかない、早い、さや、はい、ちょっと割れちゃった、割れちゃった前髪を横に流す、でもね最近短くしちゃったしな、いた、うーん、ラモネさんかわいい、たくさんありがとうございます、そっか、もう明日握手会早いな、昨日書いたらもう出さないの、出します、あの貼れないから手で出さなきゃいけなくて、そう昨日と変わってない、持ってなきゃいけない多分ストレートになるいいよ、また今度、明日行けないけど楽しみにしてるね、ありがとうございます、12月28日初めて握手いきます、やったー、握手から来週までお預け待ってますそれにしてもカブトムシも、カブトムシをたくさん飼ってる方に言われるとなんか嬉しい、かわいいカブトムシ、絵からかわいさがにじみ出てる髪型は閉じるまで待って、お楽しみ、そうです明日で終わり、え、明日で終わりだ、待って、キャノンティーが今配信始めた、あと何分キャノンティー、キャノンティーキャノンティーあと3分やば、好きフルハウスオープン、ありがとうございます
ャノンティー、キャノンティーに会いたい。いい滑り込みね。そう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 、ちょっともう終わっちゃいそうだから先にランキング読みます。12時になるまでやってます。なのでお休みは早く言わないでください。1位しんくん、2位ダモンデ、3位ミズティ、4位小雪、5位タレゾウ、6位グラス、7位むつみ、8位キミちゃん、9位タツヤ、10位メルローズ、11位ビスッキーカメ、12位バショウ、13位コジコジ、14位、あー読めないな、ゆつぼ、ゆうさん、なんて読むの、油つおさん合ってるの、なんとかです、ごめんなさい教えてください。ゆうぞうさん、ゆうぞう、はい。15位カズ、16位みちひろ、17位リン、18位ケイパパ、19位まさき、20位ケイシロウ、38位アクソグタッチャン。その他の方皆さんありがとうございました。あ、もうお休みって言ってる、早っ早っ、本当にあと1分20秒くらい、早いな。今日の野村さんの最終劇場公演は本当に素敵で感動しました。やっぱり私の憧れの方でした。素敵でした、可愛かったです、綺麗でした、本当に大好きです。卒業されてもまだ明日あるので、握手会で会えるので、いや私自我的に会えない、悲しい、スクショします。イヤホンの方ごめんなさい。今日も島民の皆さんが大好きです、ありがとうございました。野々垣さんは私のずっと憧れの人です。夜遅くまでありがとうございました。おやすみなさい、明日お会いしましょう。バイバイ、あと何秒だ、あと何秒だ。